スタジオリバーサイド。おはようございます。雨ですね。で僕にね、すごく大好きな先輩がいるんですけど、その先輩にタゲした、お前 YouTube やめろよと。偉そうにね、上から目線で物言って、へったくそなギター弾いてね、つまんねえし、見てて不愉快だよって言われたんですよ。で、僕はその先輩のこと大体好きなんで、まあ、悲しいなと思って、上から目線で物言ってるように言っちゃってんのかなと思って、まず上から目線に見えるってことは、カメラの位置かなと思いまして、今日はカメラの位置を、グッと上げてみました。そういうことじゃないのかな。で、もうギター下手なのは、やめたくないんでやめません。いっぱい練習して、楽しんでもらえるようになるまで頑張ります。僕は大好きなんでまた遊べたらいいなと思ってます。はい、そんな感じで、今日は4月14日ですね。もう雨が降ってるんで湿度が 54% もあるんで、ちょっとギター君がの弦がちょっと滑りがいいかななんていうことを考えたりするんで、だから下手なのかな。それではまた後ほど。竹下敦史でした。